まず今年こう開幕戦から中止と延期が続く中こう、まあ、難しい決断だったと思うんですけども、まあ、その中でこう男子プロゴルファーのためにですねこう開催していただいて本当にまずは選手を代表してありがとうございますということをお伝えしたいですし、まあ、あの賞金ランクとかにはこう加算はされないんですけども、選手一同ですね本当に待ちに待った大会だと思いますので、選手一同全力で取り組む大会になるのではないかと思います。まあ家から出れない状況でしたので、まあ、基本室内で素振りですとかトレーニングですとか、まあ、パッティング家の中でもできますので、まあ、そこを重点的にいつも以上にはやってたと思います。先月ですね女子が開幕しましたけど、無観客でありましたけども熱い戦いを、ね、やられたので、男子もこういう争いをねもっとたくさんしてギャラリーの方に見ていただけたらなと思いますし、まあ、今週はこのインターネットってことなので、まあ、こうネットを通じて男子プロの魅力などをねお届けできるようにとは考えています。